やはずたちにちぎれることから、この和名がついた。葉を引っ張ると葉脈に沿ってちぎれる小型の一年草である。背丈は20から50センチメートル。茎は根元で分子して立ち上がるか、地表をやや斜めに伸びて、次第に立ち、先端は斜め上に伸びるようになる。茎は、細いが硬くて、節があり、節ごとに葉が出る。また、下向きの毛が生えている。 卓用は、卵形で、泡褐色。葉は三出複用。小葉は楕円形で、先端は丸く、頂き商用が、やや大きい。葉は、艶のない緑色で、葉質は、草質。特徴的なのが葉脈で、側脈が多数あって、それらはほぼ平行して、斜めに出て、いずれも、ほぼ直線的に葉の円にまで達する。光に透かせると、それらが明る空間で、 やは状の模様に見える。花は7から9月、溶液につき、単独化最大6個くらいまでまとまって出る。花の長さは5ミリメートルほどと小さく、赤みを帯びた紫色。果実は、種子1個を含む不死化で、円形で扁平。和名は、漢字で、やはずとする。これは、上述のように葉脈が、やは状に見え、これを引きちぎるとやは型に切れることに由来する。 日当たりの良い草地、河原などに生える。雑草として、道端に出ることもよくある。やや湿った場所によく出現する。北海道から琉球列島に分布し、国外では中国、台湾、朝鮮から知られる。萩族に含めるが、うじ腹う服用でなく、う軸がない手のひら状服用である。等の差異があるため、特に矢はず創族を立てる扱いもある。 日本で、これに含まれるものとして、以下の種がある。小柄な雑草である。特に繁茂するものでもない。茎が丈夫で踏みつけに強いためか、舗細道路に繁茂しているのをよく見る。葉を両方からつまんで引っ張ると、必ず側脈で切れるので、矢はず状の切れ端ができるのを楽しむ、草花遊びがある。また長い花風は、この植物を題材にした、随筆。 やはず草を執筆した。その中で、長井は、妻の八重継ぎがやはず草を煎じて、薬草として服用している様子を描いている。研究経過。川崎市幼稚園協会。2019年11月17日閲覧。長井家風、やはず草より。ありがとうございます。